日常の食の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートコレクションのおつまみをいっぱい食べたいと思います。はい、というわけで、なんか本当にいろんな種類がありますね。自分は本当に動画とかでも何回も言ってるんですけど、自分は下戸でお酒飲めないんですけど、こういうおつまみとか結構好きなんですよね。ほんと不思議なもんです。で、いっぱいありますけど、意外とカロリー低かったりするので、こんだけ食べてもそんなにはならないかな。というわけで、まずはどれからいこうかな。やっぱり定番、このピリ辛焼きスルメ、ピリ辛醤油味から食べていきたいと思います。でも結構張り応えあるので、途中で疲れてギブアップするかもしれませんけど、お、こんな風に平らに入ってるんですね。折れ曲がってて美味しそうだ。ではいただきます。続きましては柔らかイカフライ。なんかもう今のスルメだけ一食食べたぐらいの感覚になってましたけど、はい、中身はこんな感じですね。ではいただきます。この中身はこんな感じですね。わあ、ではいただきます。はい、次はこちらの噛むほどうまい焼きスルメゲソいきますね。おー、まさにゲソって感じの足ですね。いや、どんな足で捕まえそうですけど、それでは、おお、ちょっと難しいかも出すの。ではいただきます。ましてはこちらイカが続いたので、国産ホタテの焼き貝紐で味変したいと思います。これもまた香ばしいですね。しかし貝紐ホタテ、なんかこんなのあるんだ、初めて知りました。ではいただきます。はい、続きましては炙りイカそうめん。イカそうめんってなんか生は見たことあるんですけど、こんなのもあるんですね。これでは、なんかもうそうめんっていうより、なんだろう、プッツより細い気がしますよ。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。いかが続いたので、こちらのおつまみミックスで味変。どう見てもこれだとちょっと異質ですね。明らかにお菓子ですし、はい、中身はこんな感じでます。おせんべい系ですね。ではいただきます。はい、次はマヨネーズ付き当たり目。なんか当たり目で、確かスプラトゥーンにそんな名前のキャラクターいましたよね。マヨネーズ付きということでこんな風になってるわけですね。でも自分はマヨネーズはあまり好きじゃないので、このまま食べちゃいます。もしかしたら後でかけてるかもしれませんけど、ではいただきます。続きましてはイカ天&のり天。どんな感じなのかな。海苔の天ぷらって聞いたことがあるけど、こういう風に食べるのって珍しい気もしますね。ではおっと、イカ天だけか。ではいただきます。はい、次はピリ辛焼きかまぼこ。え、かまぼこ、これ全然違うような気がするんですけど、はい、さっきのイカそうめんと同様細いですしね。ではいただきます。はい、最後に残ってるのはサキイカとイカフライ。おつまみ系の中のこの2つが特に好きなんですよね。なのでまずはサキイカから。一時期すごいハマってた時期があることあるんですよね。今はさすがにそこまでではないですけど、いただきまーす。その前にと、はい、ラストのおつまみイカフライ。いい加減は疲れてきたなーってか、食いすぎなんですよ。そもそも悪いんですけどね。はい、こんな感じになってます。おー、パリパリして美味しそうだ。ではいただき、最後の一品いただきます。どれがっていうか、どれも生かしてる気もしますが、なんか今回すぐ量がすごいので、疲れてきたかも。まずこちらの焼きスルメのピリ辛醤油味は本当にピリ辛なんですけど、スルメなんで噛み応えがあって、何回も噛んでいるうちに口の中にじんじん辛みが広がってくるので、結構最終的には辛くなりましたね。で、続きましての柔らかいイカフライ。
こちらはスルメとは対照的に同じイカでもこんな風に変わるんだなと思うぐらいすんなりと口の中に入れることができて美味しかったです。旨味もたっぷりでしたね。そしてこちらの焼きエイヒレ、これはかなり本当に香ばしくて、エイってこんな風に食べられるものなんだって思いましたね。続きましてこの焼きスルメゲソ、これも結構噛み応えがあって顎が疲れましたね。もちろん旨味は口の中に広がってきましたけど、はい、続きましてこちらのホタテヒモ、このホタテもスルメほどではないですけど結構噛み応えがありましたね。貝って柔らかいイメージがあるんですけど乾燥すると硬くなるんですね。そして炙りイカそうめん、これも細さの割に結構噛み応えがありました。なんかもうさっきから噛み応えばっかり言ってるな、ね、もうフリッツみたいに細いかなと思ったんですけど全然すんなりとは入ってくれなかったですね。おつまみミックスはおせんべいなどの米粉だけじゃなく干した干し、あ、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、これ干し魚やイカセンなども入っていて美味しかったです。本当にいろいろ入っていてバラエティ豊かでしたね。で、こちらのあとマヨネーズ付きあたりにはこれまた噛み応えが満点でとっても顎が疲れましたね。あとマヨネーズも一応つけてみたんですが、これ少なくとも自分にはつけたダメなタイプのマヨネーズでした。で、このピリ辛焼きかまぼこも、なんか先ほどのイカそうめんが見れば柔らかいんですけど、その代わり結構量があって束になっているので、やっぱりかまぼことはちょっと違うかなって思いましたね。そして、こちらのイカ天&海苔天はサクサクとした後にスルメの旨味、そして海苔の青、海苔の香ばしさは風味がきっちり感じられて美味しかったです。そして、あと、あれどこ行った、ただすみませんね、でもすみません、次はこちらのふんわりソフトサキイカは本当にふんわりと柔らかいイカを噛むとみりんなどの旨味が口の中にうわっと広がってきて美味しかったです。スルメなどと顎が疲れているという方にはおすすめですね。そして最後のおつまみイカフライ、パリパリとした食感の後に来るうまい味と香ばしい塩気がとっても良かったです。でも今回の一番はこちらのソフトサキイカですね。やっぱりちょっと柔らかくて食べやすいというのもありましたし、というわけでこれを代表として、さあどれかな、こちらの点数とさせていただきます。はい、というわけで本日はファミリーマートコレクションのおつまみをいろいろ食べてみた動画でした。それではお楽しみいただけましたか、もしそうでしたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の予告でお会いしましょう。
カタツムリ、木を歩くかな、この夏に。夏の間ずっと木を渡っているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。